はい、こんにちは。このチャンネルはですね、ひたすら日本酒を飲みまくって、この日本酒はこんな香りがしますよとか、こんな風味ですよとか、こんな味ですよっていうのをひたすら言い続けるチャンネルになりますと。で、目的としては、まあ、個人的に毎週いっぱい日本酒を飲んでるから、どんどんコンテンツ化していこうっていうのと、まあ、少しでも日本酒飲む人増えてくれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。ね、なんか、こんな味すんだっていうのを見てもらって、じゃあちょっと今度酒屋さんとかで見つけたら買ってみようとかっていう動機をちょっといくつか作れればなと思って飲んでいろいろ動画撮ってるチャンネルになります。で、今回は自分にとって結構思い入れの深いけれど全然飲んでなかった獺祭を飲んでみたいと思います。で、これ何の獺祭かわかんないんですよ。たまたまいろいろ獺祭を久々に飲もうと思って、で、銀座に獺祭のストアがあるから行ってみたら、なんかミステリー獺祭っていうのをやっていて、まあ、この値段で買って、なんか何が中に入ってるのかわかんないんですよ。3割9分なのか2割3分なのか、それ以外なのかっていうのがわかんないっていうのをやって買いました。で、ラベルもただ獺祭って書いてあるだけで、ガチわかんないんですよね。で、ツイッターでミステリー獺祭って調べると、なんかこんな感じのラベルでなんかいろいろ農家がとか書いてあるも当たりましたラッキーみたいなことを言ってる人が 2,3 名この今日の時点で見かけたけど、ラベルなんもないです。で、え、マジこういうやつなのっていうのを買った後にお店に電話をしたら、いや、だからミステリー獺祭なんですよって言われちゃったんで、多分これで合ってると思うんですよね。で、ちなみに銀座の獺祭ストアで対応してくれた素敵なお姉さんはむちゃむちゃ接客素敵だったので、ぜひ買いに行ってみてください。とりあえず乾杯です。鏡クリスタルは今日持ってないです。で、ちなみに獺祭は多分7年ぶりぐらいに飲みます。7年6年ぶりかな。で、まず香りはやっぱむっちゃ洗礼されてるよね。すごい綺麗な繊細な甘い香りだし、そう、これがやっぱ獺祭の香りで、味もやっぱすごいクリアに甘くて、でも甘いけど舌に残らないし、で、日本酒っぽい独特の風味みたいなのもやっぱあるから、引き締まってすごいどんどん飲みたくなるし、いやー、ちょっと久々に獺祭飲んで本当に良かったなって思うわ。なんかもともと自分お酒飲み始めたのがアメリカで、ずっとワイン飲んでて、で、赤ワインの重みがすごい好きで、ロサンゼルスに住んでたんで、で、そもそも7年8年前ぐらいに友達に獺祭で美味しいよっていう風に家に持ってきてもらったのが確か飲み始めで、でむちゃむちゃ美味しくて、そこから日本酒に関する考えが変わり、で、当時獺祭をむちゃむちゃ飲んでいて、それからぱったりあんまり個人的にプライベートでワインを家で飲むとかなくなっちゃったっていうぐらいガラッと変わったんですよ。だからワイン好きが日本酒好きになったっていう感じで、で、いろいろ日本酒試してみたいってなってから獺祭を飲まなくなって、はや6年ぐらい経って、多分6年ぶりぐらいに獺祭飲んでます。で、すいません、もうちょっと獺祭は定期的に飲みたいと思います。ガチうまいわ。こんだけいろいろ日本酒を飲んで、久々に何年かぶりに獺祭を飲んで、それでさらに美味しいって思うんで、本当に多分獺祭美味しいんだと思います。ああ、いいな、やっぱりいいお酒はやっぱいいお酒なので。で、獺祭系山口のお酒で、で、朝日酒造さんがやってるのかな。なんかフォーブスの社長ランキング100人もなんか表彰家にランキングされてて、多分むちゃむちゃやり手なのかな。なんか個人的に日本酒界のティム・クックみたいな地位にいるのかなと思っております。あ、うまっ。で、
自分の日本史チャンネル基本的にここまで見てくれる人いないので、もしここまで見てくれた既得な方がいたら、ぜひぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。じゃあまた次はまた日本酒飲むので、次のビデオで会えたら嬉しいです。じゃあね。